さあ、ということで回復しましたので行きましょう。これで秘伝技足らないとかあったら泣きます。多分大丈夫だよね。わあ、どっちだろう。早速気になる。こっち気になるんでこっち行きます。多分ポケモンも出るよね。出た。強えんだろうな、ここまで来ると。バスラオか。38。一応手持ちの戦闘はアーキオスにしてます。元気の塊ありがとうございます。多分この先使うであろうなアイテムだな。お、アリさんだ。アイアント、早速新種見たんだけど。アイアントだって、また出てきた。よっしゃ。あとそうだ、これお話ししてなかったんですけど、いわゆる純伝説のポケモンっていうのかな、あのボルトロスのようなタイプのポケモンは、とりあえず一旦殿堂入りを目指してから、集中してそちらの探索をしていこうかなと考えております。その方がね、決まったポケモンを追いかけるって形になるので、そういう伝説系はね、なんだろうなって感じではなく、決まったポケモンを追いかけるという形になるので、やっぱ準備とかも一匹一匹相手にすることが分かってるってなるとできるので、その方がね多分やりやすいんじゃないかなと思いましたので、そういうことでお願いします。なのでまずはここを突破する、そういうことです。行かせてくれよ。縛らなくなったじゃないか、あと一歩だったのに。許さん、古城不明八つ当たりじゃ。怪力いるっぽいね。で、トレーナーだよね。腕試し喜んでお願いします。エルフーンか、よかったね、アーキオスで。45？ 待って、強い、普通に強い。ちょっと待って、一気に不安になった、マジで。これ真面目に相性ついていかないと厳しいぞ。ゼブライカは、そうか、地面ないんだよな、今地面持ってねえんだよな。ゼブライカ同士でぶつけるのがセオリーなんだけど、セオリーではないけど、俺の中のセオリーですけど、多分ね、ニトロチャージの打ち合いになっちゃうので、ラチ開かない。ドレディアの花びらの前でいきます。ただニトロチャージが怖いんだけど、タイプ1じゃないから、そうか、踏みつけがあるか。うわー、マジか、耐えたけど、ニトロチャージ打ってこないだけまだよかった。ひるんだおかげで止まったね、花びらの前が。じゃあエナジーボールで、こういう時混乱効果とかあったら防げるから、ナチュラルにね、運がいいよね、ある意味。まあドレディアマイペースだから混乱しないんだけど。四天王どんな人たちかしら。そうだな、これから会ってくるよ。おー、ガントルさん、よーし、なんか上にいるんだけど。あ、そうなんですね、いいか、見てろ。おお、危ない、これ普通に怖いだろ。これ普通に怖いでしょ。楽しいぞ。いやー、怖いよ、これは怖いよ。楽しいわ、楽しかった、思いのほか楽しかった。出るんだポケモン、ここでも。マジか。お、なんだい、クイタラン、
フイタラン何者何者タイプもよくわからんので、とりあえずアクロバット打ってみるか。アクロバット打ってみます。あ、どうしちゃった。謎のまま終わっちゃったオッケー、捕まえました。クイタラン、クイタラン捕まえた。アリクイポケモンなんだ。アイアントの名前がアイアントの名前がセットで、セットでってことだね。体を溶かして中身をいただく、怖え。まあアリクイだもんな。一応このクイタランのメスをね、粘ってる間にコジョフとワシボンが出てくるのは見ました。一応右見たんだけど何もなかったんで行きます。ほう、なるほどなるほど。不思議な飴ありがとうございます。特になかった。じゃあ行きますか。まあこれは道なりでいいよねきっと。お、出るんだモノズ、覚えとこう。さあ上に来ましたが、やっぱりなんかあったか。これどっちだろうね。ちょっと上行ってみよう、気になるんで。あー進みそうかな。とりあえずトレーナーを戦っちゃおうか。じゃあ一旦さっきのとこ戻ろっかって思ったけど、出てからでも、出てから判断してもいいか。出たー出ました。アクロバットどんぐらいいける。アーキオスの、あ、いけるんだ。あ、急所か。なるほど。ラッキーだったね。ラッキーショットでした。ペンドラ。ペンドラは、ランクルスでいこう。普通に強いんだけど、相手が。あー、毒毒。まあ、でも毒消し多分持ってるから。バトル終わったら回復させよう。オッケー、ありがとうございます。そうですな。じゃあとりあえず外に出てみましょう。あ、これ進みそうだね。さっきのとこ行こっか。で、ちょっとビビっちゃってて降りられなかった子がいたよね。多分そこだよね、あの場所ですよね。さあということで戻ってきました。一応確かめては見たんだけど、特に特にって感じだったのでだねここも多分お帰り用的な感じかな。まあでも行ってみよう一回。あ、よかったよかった、挑発。ただこれ多分戻んないといけないやつだよねもう一回行こう。さあということで戻ってまいりました。わあ、どっちだろう、どっちだろう。奥から行こうか。なるほどな、久しぶり、久しぶりでもないかトレーナー久しぶりでもないな。別に、こんにちは。バトルしませんか。多分トレーナーのいる方向が合ってるルートのような気がする。
え？え？なになになに？おお。待って。多分ドデッコツの進化だよねこれ。予想。オッケー。ごつ。古書風かー。あー、アケオスが安定しちゃうな。レベルが高くなってしまう。いいんだけど。いいことだけどね。ありがとうございます。とりあえずね、まあ進みながらだなんだけど、うん、モノズ出てきてくれると嬉しいなって思いながら探索というかしてます。メスね、あのオスは 2,3 回見てるんで。あ、ドクターさん、ドクターさんがいた。いやー、これでちょっとは楽になるかもね。オッケー、ありがとうございます。母子守だったんでランプラーで倒しました。いやー、助かりましたー。こっちかな。月の石だ。ポケモンかなって思ったけど、よかったね、間に合って。一応怪力も押しときますか。これで多分短縮できるからね、こっちに戻ってくる時があれば、ことがあればね。オッケー。とりあえずは進んでいきましょう。まあ別にね、完全に一回きりのチャンスってわけでもないんだから。お、新しいところだ。ここ気になるね。あ、アイテムだ。やったー。リゾチウム。タウリン系ですね。じゃあ今度は上の方に行きましょう。よし、バトルだ。エリートトレーナー。デビット、ギギアルか？その時ね、臨機応変が大事ですからね。お、よかったよかった。なんでもなんすか。上にレンジャーが見えたね、レンジャーが。さあ、ということでこちらから出てきましたが、これ降りちゃっていいか。あ、よかったよかった。多分ここは行ってないはず。お、トレーナーさんかな。進んでる感じはするね、でも。すげえごっついの出てきた。ガントルさんの次だね、多分。見た目からして。漂うラスボス感があるな。波乗り。多分まあ、頑丈だから一発与えるよね。ですね。シビルドン、シビルドン、シビルドン。あれかな、シビビールの次かな。はあ、なるほど。花びらの前でご了承しかなさそうだ。
ドラゴンクロー覚えるんだ。へえ。これは面白い。電気技で来るかなって思ったけど、ドラゴンクローでしたね。ということでありがとうございました。いやー、こちらもね、面白いもの見させていただきましたよ。そうですね、負けても得られるものがありますから。モノズさんが出てきません。よーし、じゃあ上に行きましょう。とりあえず外に出て、お、着いた。とりあえず入っちゃおう。多分まだ先あると思うから。おー、着いたな、ポケモンリーグ。ただですね、なぜ行ってしまったかというと、多分ね、ここでマーキングされたはずなんですよ。ポケモンセンターがあるはずだから。ちょっとどれがポケモンセンターかわかんないんだけど、多分あの建物かな。なんで一旦これマーキングするために入りましたってことで、会話はまだにしよっかぽいですね。じゃあもうちょい探索してきまーす。おお。なるほどな。これは確かにな。勇気あるわ。勇気いるわ。あ、あ、待って。あ、ドリーズじゃん。よーし、捕まえました。ボール2個かな。いやー、よかったね、野生で出てきたね。あ、満タンの薬だ。あ、ドラゴンクロー、あ、来てよかったですよ、これ普通に。やったー。なるほどね、ここと繋がってるんだ。へー。さあ、ということで、こちら側も行ってなかったと思うんで、こっちも行ってみましょう。まあ、とりあえず。でもさ、これで左側行けますので、ちょっと行ってみようか。え？え？何これ？何ですか、これは？多分今は行けないんだろうな。きっとそういうことですよね。多分ここ来てないよね。ですね。やっと（笑）やっと来てないポイントに来れた。軽く迷いました。オーベム、普通に強い。怖い。ありがとうございます。あと一旦探索に集中するためにスプレー使ってます。やっぱこの辺行ってないよね。来てない場所だ。待って待って、回復してないアーキオスが戦闘な気がする。やばい。よーし、ありがとうございます。なんとか相性つきながら。お猿さん三人衆でした。え、さあ、アーキオスはレベル高いから一旦お休みしようか。あー、こことつながってるんだ。回復の薬ありがとうございます。で、その上、ここのゾーンは来てないので、もう一個あったよね。もう一個あった、あった。道があったはず。オッケーオッケー。こっちこっち。なるほどね。これがこことつながってるんだ。だいぶ開拓したんじゃない？開拓っていうか。
なるほど。よし、取れました。ワイルドボルト、マサマシンなんですね。取れました。あ、こんなところにもハイパーボールだ。なるほどなるほど。さあ、ということで、おそらくこれで大丈夫だと思いたいです思いたいです。というわけで、いよいよポケモンリーグへの挑戦だね。ただですね、レベル的にちょっときつさというか、きついものを感じるので、厳しいものというか、若干レベルを上げてから挑戦しようかなと思います。まあ、程よい感じでね、いけたらなぁと思いますね。まあ、この辺も揃えておこうか。とりあえず、ラインナップだけ確認します。なるほどなぁ。ボールか。よし、じゃあ、次回までに準備をしていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。